キチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあドラフト通信も今日はロッテ編ということで、はい、うん、ね、昨年ドラフト菊池、友杉、はい、田中、高野、うん、そして金田っていうね、うん、ところのドラフトで、育成には、古川、白浜、勝又、黒川っていうね、はい、ところになってますけども、昨年ドラフトはロッテね、吉井監督プラン B でしたけども満足、100点に近い点数だと思います、うん、あの庄司をね楽天とくじで外したからね。そっか、うん、で私のくじは0点ですと。投手もショートを守れる選手も指名できた、2年連続で大学生の二遊間2位指名は、二遊間もチームの中心選手になってくれると思うので、そういう意味でもショートセカンドを守れる選手を狙っているという戦略ですというね、うん、2年連続の大学生の入館に指名はっていうね、うん、ところで何て言ってましたか。はい、佐藤さんはドラ1の菊池投手は基本は先発だと思うけど、うん、もしかしたら守護神候補になれるかもしれない、うん、24歳から26歳の既存のショートが今5人いると、うん、高校生の内野手を育成含め3人取れたのはまあいいよねと、うんうん、友杉が活躍したら既存のショートたちの空洞化が激しくなる、うん、友杉がはまらなかったらエンドレスガチャになりそうだと、うん、はい、で左の25歳以下が秋山1人のみ、これまでのドラフトのバランスが悪い、うん、まあ、ということでね、はい、まあ、友杉がね、うん、まあ、いい形で頑張って今藤岡とね、はい、2人で、うん、いい形でできてるから、はい、まあ、これでもガチャ終わります。さあどうやろうな。いや、これ続けて藤岡も今年いい感じになったけど、はい、これだとクローバーになってたからね、はい、だからそれを続けて友杉も来年続けてできるかどうかが勝負だけど、はい、まあ、ここでこのねショート問題に対して一番良かったのは、はい、福田をトレードで出したことだね、うん、だってずっと置いてたらもう買い殺しじゃん、はい、ってなったんで小川が今外野とか守ってるし、うん、どうにかしてばらけようとさしてね、で福田を出して西村取ってきて、うん、西村いい形で活躍してるから、はい、まあ、正直ね良かったかなって思うけども、はい、まあ、このガチャが終わるかどうかは、うん、まあ、来年以降もこの活躍できるかどうかによって、そうかまたはまらなかったら、はい、また再始動する再始動。さすがに来年を取らないですかね、今年のドラフト。今年は取らへんやろ。さすがに。だって毎年取ってたわけじゃないですか。いや今年取ったらマジビビるで。そうですね。一旦ガチャね、うん、はい、まあ、っていうところで、まあ、今年のドラフトでいうと、はい、評価は C です。お、もう言いますか、早い、 C。 だってまずそもそも菊池が頑張れてないからね。菊池がね、いっぱいと、まあ、1試合しか登板しないからね、うん、先発1回、防御率 2.25、はい、で2軍では3勝4敗、8回先発して防御率 4.14 というところでね、うん、まあ、ちょっと2軍ではね、いい形で結果残してないというところと、うん、多分1試合しか投げへんって思わんやんな、はい、まあ、ここ現状ね、ここからまたシーズン終盤に向けてどうなるかわかんないけども、はい、ね、で、まあ、友杉がね、まあまあいい形で、頑張ってるっていうところで、現状ね、2割8分ね、はい、これ非常にね、うん、頑張ってるっていうところあるから、さすがにもう、さすがにもう、さすがに、さす、まあ、取ったとしても高卒1人ね、そうですね、取ったとしてもね、今後のためのっていうね、今後のためにね、はい、まさか、はい、大卒社会人で二遊間、はい、まさか、いやいや、もうさすがに、あ、2年連続、大げさに言うと俺、はい、もう中村とかも状態悪かった時、はい、藤岡と友杉の二遊間でいいんちゃうかって俺若干思った時もあったからって、中村はそんな無理に出さなくたって、はい、正直ね、うんうん、っていうところもあるから、はい、いや、まさか、まあまあ、うん、もうまさかね、まさか、うん、本当、で、この金田優太もね、うん、まあ高校生だからね、二、はい、軍で結構出てるね、61試合、1割8分8厘、まあまあ頑張っていこう、はい、高卒だから、2軍といえどもね、うん、そんな簡単にバンバンが打てないからね、はい、で、ピッチャー、田中春也、2試合しか投げてない、もうこれ体力強化だ、はい、怪我してないんだったら俺はもっと投げさせてもいいと思うけどね、うん、で、4位、はい、高野翔太、あ、投げたよね、地面つくピッチングだよ、投球フォームだよね、1軍で4試合、1.29、はい、2軍で 4.34、防御率17試合、先発4回してる。ロッテも左がおらんからな、坂本だけやからな、そこら辺でこの左を自由に使えないっていう難しさがあるよね、はい、左がいないからね。で、前年ね、2021年のドラフトの時、うん、ロッテ、井口監督、シミュレーション以上ですと、100点満点以上のドラフトだったと思いますと、2位池田君は DeNA 牧のようなイメージと、2塁も3塁もいけると思うと、広畑も我々はドラフト1位で考えていたので3位で取れたのが非常に良かったっていうね。でも2021年のドラフトで取ったやつ誰でも活躍しないんだよね。
2021まあ松川がね1年目まあ出たけども、まあ今年は多分吉井監督の方針でもう2軍で完全に試合出して、試合経験を積ませるっていうところだと思うんでね、はい、池田も一瞬1番で光ったけどな、本当そうですね、これはえぐいぞと、こう池田行っちゃったなと、はい、ってなったけど止まらなかったですね。でピッチャーもね広畑、はい、ね、2軍でも打たれてんもんな、うん、秋山2軍で18試合 3.35、まあ、高卒2年目と考えたらまあまあいいんか。で八木も一時1軍でちょろっと投げたりもしてたけどね、防御率18点台2軍で 2.75、18試合、やっぱロッテはねここ3年のドラフトがね、パッとしないのよ、はい、でその前も鈴木翔太、中森、小川、川村、西川っていうね、だからその中森もね、はい、まあ、今投げてきてるから、まあ、ここからね、こうどう成長していくかっていうところもあるけども、はい、このドラフト1位ね、鈴木、ね、で佐々木朗希の時頑張ってるけども、あ、本当だ、2019年、あとやっぱりね、こうドラフト目当ての大問題点はね、はい、あの抽選で引き当てた高校ビッグネーム、はい、ドラフト1位、トリオ、はい、平沢、安田、藤原、グーン来てないよね、グーンって、そうですね、息切れてない感じですね、全然息切れてない。もう藤原もだって1位今もう5年目かな、あ5年目、うん、あ5年目か、だから 大卒1年目と一緒か、5年目だからね、社会人1年目と一緒じゃない、大卒大卒1年目と一緒だから、はい、もうそろそろ来たいよな、でもなんかグーンと来えへんよな、いつも毎年1軍ではこう出るけれども、もうだって藤原、辰巳、近本だったのに、はい、近本、辰巳、うんなってすごい分かりやすかった分かりやすかった、はい、分かりやすかったなあ、はい、藤原辰巳キャプだったの誰みたいなあのそんなアマチュア知らなかったら、はい、誰みたいな感じだったよな、はい、それ近本もすごかったと思うよ、はい、大阪ガスでね、うん、知る人ぞ知るね、近本も見えへんそうですねなってるから、まあ、今ここでも、まあ、まあ高卒なんで、まあまあね、もうね、あもうでももうそろそろ来年ぐらいには、うん、でもチームとしてはもうドラフト1位だからね、はい、これがドラフト4位とか5位だったら、はい、まあまあいい感じで育ってきたんちゃうなるけど、うん、1位だから、そうですね、うん、安田選手ももうちょっとこう、安田もだってもう大卒、ね、もう今のままで納得されても困るんだよ、うん、正直、うん、こう入ってくる時もよ、はい、いや押すぞ村上みたいな、そうですね、感じだったと思う、確かに、あ、うん、キャッチャーやめんだって、はい、あんたのが村上見えへんでみたいないやもう神様になっちゃいましたからね去年ね、で、興味は、はい、みたいなね、まあ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 いい感じでね、はい、来てるし、出てきますね、みたいな感じになってるからね、だって平沢だって、平沢みたいな感じだったのに甲子園でね、準優勝して平沢みたいな感じになってるから今やりましたなんかいや今2軍だからね、そうか、2軍だから机の下でやったんですかこうじゃなくて、うん、だからここら辺、やっぱここら辺がチームだけの問題じゃないと思うよ、本人の問題もやっぱ一番、はい、俺は本人の問題の方が一番あると思ってるから、うん、そこが、ここがもう、だって平沢、安田、藤原が、うん、それは前評判とか、それはまあ前評判通り行かないよ、全員が全員でも仮に行ってたとして、はい、そこそこの一軍レベルでいたら、うん、ロッテ優勝もあったぞ、そうですね、そこがうまくいけてたらね、うん、だってショートガチャの始まりはこの平沢のショートがはまらなかったことが一番の原因だからね、あ正直ね、まあ、ドライチがさ佐々木朗希だけだもん、あと2014年の中村翔吾までいかないとあれだから、あこの15、16、17、18、20、21、22のドラフト1位がチームの主になってないからね、はい、まあ石井で言ったらやつだみたいな、うん、レギュラーとして出てるのはっていう、うん、だからそこら辺もきついよな、うん、野手が、そうです、ね、だからこのね最後のこのねオリックスを突き破るね、いいところまでは来るけども、うん、最後に突き破る壁が足りないんだよね、はい、スターが少ないですよね、うん、そうだね、うん、スター少ないよな、佐々木朗希投手、うん、そうだね、何かけてる選手はいっぱいいるんだけどね、で慣れる選手もいっぱいいるんだけどね、はい、いい選手なんだけどこうすごいまでいってないんだよね、突き抜けられてない、うん、そうそうそう、おーみたいなになってないです、うん、いい選手なんだけどね、だからもったいないんだよね、はい、この皮を打ち破るかどうかで、はい、一気にこうなるかどうかが決まるから、この皮をね、みんないい選手なんだけどね、
正直。でも今年2位ですからね、今ね。そうそうそう、だからその壁を打ち破るには、はい、その選手たちがグッていかないとね、はい、でも可能性あるんだよね、はい、そう考えたら、うん、ちょっと頑張ってもらいたいね、はい、正直ね。でもさすがに今年は、うん、ないと思うけどね、俺はね。だって高卒の内野手も取ってるんですもんね、うん、取ってる、育成含めて3人取ってるって言ってましたからね、うん、でもう一回分析しよう、はい、ひょっとしたらまた1回も分かんない、またじゃあ改めて分析して、うん、今年どういう人を取った方がいいのかっていうのを、そう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 、ちょっともうちょっと分析しよう、はい、うん、でもちょっとこうね、去年のドラフトやっぱ C やな、まあ、トムスギ頑張ってるっていうのはあるけど、はい、やっぱ1位がね、うん、もうちょっと頑張ってくれるかなっていうところもあったし、はい、あとは平沢、安田、藤原のね、ちょっとドラフト1位が佐々木朗希以外うまくいってないからね、突き抜けを期待したいですね。そう、期待したいね、はい、はい。